で一体一体こう顔を見て回りました。その時にね、その間にね、その上にねビラが散らかってましたよ。米軍の散らかり、で私のうちに着いたらね、もう跡形もないです。で門中のすぐ近くにですね、一体が一体ありました。もう真っ黒焦げのね、それが一体と、それから私のうち の, お勝手に近いところにね、もう一体、それは父だということははっきり分かったんです。もう骨格もしっかりしていました。消したいですよね。で、2体だけしかないんです。で、本来ならば姉と父と母とね、3人なきゃいかん。だけど一体がない。となるとね、その一体、もう一体の方は手足がなかったんです。もう灰になっている。胴体と頭だけついてた。それでね、それがちょうどね茶の間の位置なんですよ。でもう一体はお勝手の入り口のところですね。もう一体はどうしたんだと、姉はねその11時の時間帯はで他へ行くはずはないですよね。もう会社行くのは癒してうちにいたわけです。外には出るはずはないと。そうすると母がねどっか行ったかもしれないと。じゃあどこだ、もしかしたら11時ですから米の配給でも取りに行ったかもしれないと。で米の配給所がね爆心地の近くだったんです。松山のね、ちょうどね松山の、爆心地がねここでしょ、ここ爆心地で松山の松山橋、ここが松山市電の停留所です。でこのこれが長崎駅から来てる本通りですね。この辺にね廃棄所があったんです。はい、米の廃棄所、多分ねもしかしたら廃棄米を取りに行ってるかもしれない。そうすると母がいないんだなと。それで、父とそれから姉と思われる遺体をですね、を一応ね、一緒に埋葬したの。私ね、この近辺を母を探し回ったんです。その時にね、本当に腹が立ったのはね、私のうちの前は約、そうですね、1000坪以上あったでしょう。町内の、家庭菜園があって、でそこをね各家庭に貸してね貸してたんですね。でうちでもそこを一箇所借りて野菜こしらえてたんですね。でそこをですね兄がうちへ帰ってくるっていう間にそこもざーっと見て回ったんです。そしたらね、まあ、今やっぱり考えてみると、幕府の関係でしょうね。遺体がね数十体ねその畑のところにザーッとあったんです。女性のそれはね門票を着てちゃんとした服装してます全員ね。それでねもう遺体がザーッと何十体も転がってたんですけどね、それがねこういうふうに例えばこれが爆心原爆の場所爆心地としてこういうふうにこう並んで並行して爆風がこう来てこう戻されたんでしょ多分ね。コロ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 っと向きが違ってても同じに転がってこう並行してなったんでしょうね。その後ねそういう気がしてきましたね。何十体となく転んで、でね、腹が立ったのはね、それで一体一体こう顔を見て回りました。
その時にね、その間にね、その上にねビラが散らかってましたよ。米軍の散らかり見られたことあるでしょ。ないですか。降伏しろと、よく、こうして原爆をこしられたんだと、その威力は分かっただろうと、でなお降伏しなければこれを落とすだと、そういう警告のね、早く降伏しろというミラーですよ。これぐらいの、それがプイ死体の上にも落ちてたんですよ。当時はね、私軍国少年でしたから、こんなにやろうと思ってね、で自分の親もやられてでしょ、姉もやられてでしょ、こんなもの勘弁できねえっていうのは気持ちですよ。それでね、それを拾ってもらって破って、それで捨てて踏み潰れてもらったんですよ、こんな尺に、そういうことありましたね。お母様はついに見つからない、それでね、結局どこに行ったかと、どこに行ってたか、それからですよ、約1ヶ月くらい、毎日毎日ね、もう夜が明けると暮れまで探し回ったんです。もう要するに私のうちのを中心にしましてね、でまた当時は今の松山の爆心地が爆心地だとは分かりませんからね、そんなこと知らないですから、とにかくもう焼け跡中、防空壕一つ一つ、それから周りの山の中、それから周りの市街の田舎、百姓屋ですね、ざーっと見て回った、毎日毎日、結局何にも分からなかったですね。それでお医者に行ったらね、白血球がねものすごく減ってると、2300を切ったんですね、警察病院に行ったんですよ。で、2300切ってると、これは用心しなきゃいけない、それでね、こりゃまずいなと思いましてね、でもう作曲の勉強してたんですけども、やめた、でそれからですよ、もういろんなねもうやっぱり調子が悪いもんですから、しっかりした仕事というのはできませんでね、そうですね、もうこれはね、私自身ね、これだけの被爆経験を体験をしてですね、感じるということは一貫してですね、これはやっぱり人類としてですね、このまま放置はできないんじゃないでしょうかね、ということですよね。これはもう絶対にね、核兵器の廃絶ということはね、これはやっぱりしなきゃ、貫徹しなきゃならんことだと思いますよ。結局ね、これまでのね、63年になりますか、その一徹できたような気がしますね。